小寺に渡ります。素晴らしいパスですね。ショーン・トーマス逆転のダンク。まだハーフコートっていうのでも今みたいなあのファーストブレイクが出てくるとあの千葉の流れにはなってくるかなとあの思うのでそのあたりあの千葉としては前節ゲーム2では3、5分の0でファウルアウトという悔しい結果になった橋本ですけれども、うん、まあ、最初のシュートしっかり決めました。いいディフェンスですよ、いいディフェンスですよ。最初のディフェンス、何度か返して、アルク・タズスキー。ラストポジションになるか島根。ニック・ケイのスリーポイント。リバウンド。クーフォード選手、本当に非常に素晴らしいプレーでクォーター終わりましたね。叩き込みました。とんでもないプットバックでした。赤いユニフォームが三元です。白いユニフォームが信州です。まずはそのラベナからいきなりアリュープできた。ヒックス川島にジェレット、そして田口とザックの風面ゲーム。ファウルだった。エンドワンです。ジェレット2つ目のファウル。逆に茨城に関してはリバウンドが非常に少ないんですよね。そうですね。数字でいくと今リーグの最下位です、フーニーです。リバウンド金丸が触ってイデンズ、ちょっとここはパス合わない。浮かせてきたラリーフー、エンドワン。これはナイスアシスト。そして、リアル選手読んでたんですけど、来るのも分かってたからなんとか抑えたかったんですけど、ね、はい、そうですね、はい、その上でしたね。第1クォーター残り5分を切っています。寺島には松下、寺島空いていたメイヨー、アリウープダンク。ギデンズ、そしてラベナが中に入ってきてパス、そしてギデンズ叩き込みました。ワンハンドダンク。ブロック関係ないですね、はい。さらにはエンドワンです。うまいですよね、はい、しっかりと引きつけた後ですよね、はい。決まりはかなりスモールなラインナップなのでスピードでどうにか。いやー、おっとねじ込んだリフォード、はい、思ったんですが。第3クォーター激しい攻防でしたね、ボクさん。そうですね、ただやはり島根少し